こんばんは。はう。気温あまり高くなかったけど、地下鉄を待つのがすごい。今日湿度が高かったですね。今日は気温も暑かった。今日は暑かったですね。今日私はもうタンクトップで外に出ました。暑かったです。なんか今日バブくない？暑いですね、今日は。さすがに暑しって感じ。今日バブよね、なんか。汚れてるな。あ、いけた。窓は開いてなかった。今日なんかまつげかな。まつげかな。どうなんだろう。なんかあれですね。知らない。もういいや。
トトロみたい。今日はね、今日バブなんか幼いですね、顔が。なんで、マジでなんで、前髪か、前髪ですね。多分肌はちょっと白っぽいか。まつげ、まつげはこうやって、こうやってしてる今日は。ピッと開けてます。リップかな。あ、リップな気がする。いってー、なんかすごい、ここだけ見て色が違うの分かりますか。ここにバイキンが入っちゃったら絶対何にもし、まあ、してなくはなくはないんだけどさ。いってー、いっぱい寝たから逆なんすよ今日も。マジで超朝から先ほどまでね、ちょっとあることを。肌色全部だな。どの色もリップもこの涙袋。
ふん。雪が入ってくるミサの写真、めっちゃ可愛いさ。まあ、今も可愛いですから、あるとは。あのね、中学生時代でしょうか。メイクでも落とそうかな。顔の形かな。まつげの気がするこれ。こんなまつげだからでしょ。今日はね、こうやってピンセットでチュッチュッチュッってやって、ちょっと韓国風みたいな。もうだからまつげがね、計7本ぐらいしかないです。全部どっちも1、2、3、4、5、7、ほらこんな感じ。痛い、見て。あーすごい、色が全然違う。なんでめっちゃ痛いんだけど、意味わかんない。わー、部屋を片付けないとやばいぞー。やばいってー、えぐいてえぐいてー。これはさすがにやばいって思ってます。私もやばいと思ってますよ。カラコ入ってんの？カラコ入ってないよ。リアル目リアル目。ちょっと茶色なんですけど、これリアル。今もうめーちゃくちゃ部屋が荒れてるよって。だから私定期的に人を呼ばないと片付けない。あ、コントコントしてます。整理整頓っていうか、そのなんて言うんだろう、自分が許せる範囲で、例えば洗濯物をこう、私もあのめんどくさいので、そのままハンガーにかけて、そのかけたハンガーをあのハンガーラックにそのままこうかけることによって、畳むという手間をね、省いているわけですね今。そう、そのなんかもう一気にさ、洗濯、私洗濯好きだからさ、よく洗濯しちゃうんですよ。癖もうなんか、これもちょっと、これも生乾きのようだから洗っちゃおう、これも洗っちゃおう、これも洗っちゃおうみたいな感じで全部洗っちゃうんですよ。で結局あの洗い物が多くなるじゃないですか。で干して、あ、59分だ。ちょっとランキング見ます。13位川広さん、12位フロストさん、11位しゅんごさん、10位あめさん、9位ゆきたんさん、8位よみさん、7位けんちゃんさん、6位ジョークスノーさん、5位ハリーベルさん、4位ほのちゃんさん、さがさいこう、ほのちゃんさんで、ほのちゃんありがとう、3位オムライスさん、2位エンジさん、1位のねさん、みさがさいこうでした。そう、畳みたくないのでそのままかけるけど、その洗った服を干したのを入れたまんまです。全部頑張ります。部屋の掃除。おやすみなさい。皆様も良い1週間を。さよなら。おやすみ。